カターレ富山のスタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。今日も3バックで予想しています。ゴールキーパーは山田、ディフェンスは右から今瀬、林道、鎌田、アンカーの位置に薄井、ウイングバック右が神山、そして左安藤、スタメンに戻ってきました。2列目アルトゥールシルバと、そして今日はスタメンシーナが戻ってきています。ツートップは吉平と川西で予想しています。アウェーバンラーレ八戸、予想フォーメーションでスタメンご覧いただきます。ゴールキーパーは服部、ディフェンスは右から小牧、赤松、藤井、小林、ツーボランチは相田と山田、サイドハーフ右が渡辺、左が丹羽、ツートップ佐藤葵と島田で予想しています。宮崎から完全移籍で加入をしてきました渡辺。小牧中へ入ってグラウンダーのパス、中へ入れた、シュート、右へ抜けていきました。まあ、川西がちょっと中の位置にいます。左サイドを使ってきました安藤。エリアの中には3人4人入ってくる、中にボール入った、最後はシーナのヘディング、前線に選手を走らせます。高い位置には島田と佐藤葵、その佐藤葵シュートを選択しました。八戸守ってボールを奪う、これはいい形が作れそうだ。三輪、前には佐藤いる、どうだ、シュートまで持っていけるか、左足、さあセットプレー、でもスローインはしてしまいました。さあ中打ち込んでくる、まだある、山田か、決まりました、キャプテン山田、先制はバンラーレ八戸、42分です。このボールを山田、佐藤葵が粘ってパンチング、落ち着いて決めました。ここはしかし八戸の方が人数足りています。もう一度上げていく、アルトゥールシルバが戻ってきている、さあここはどうだ、シュート、こちらの角度から、最後は島田、左を狙ったんですがちょっと中になりました。それでも安藤収めます。縦へのパスがつながる、アルトゥールシルバ左足、松岡ゴール前だ、服部がしっかり抑えました。松岡中にボールが入る、シーズンの5点目大野です。松岡から大野、同点に追いついて富山リズムが出てきています。中にボールが入る、まあ、流れて安藤、ニアサイド、アルトゥールシルバのヘディング、大野バックパスからまた前線に上がっていく、一番高いところには川西、安藤もいる、安藤ヘディング、ギリギリのところ粘った神山、中にボールが入る、大野神山よく粘りました。中にボールを入れて最後大野の右足、ここは今瀬、
川西、オーダー、富山勝ち越し。まず今瀬がこれよく高いところで収めて、そして川西から大野という形になりました。アルトゥール・シルバー奪って、味方を待って、しかしパス、松岡ドリブル、シュート、キーパーの前だ、クリアする、服部前に立ちはだかりました。服部、松岡も抑えた感じで強いシュート、コーナーキック、ゴールの前、山田元気がしっかり掴んだ。ここで試合終了、富山逆転勝利。途中出場の大野2発決めました。